皆さんは国語を教える時の語彙の大事さについて考えてみたことがありますか？教科書を理解する上でこの言葉がわからないと内容がわからないっていうようなことで、外国の子どもたちは内容を理解しない、できない、困った、国語嫌いっていうふうに言う子がたくさんいます。そんな中、今回コスモスの調査で国語の5つの種類の教科書で使われている語彙を集めて分析した結果が紹介されています。この語彙の調査の結果をもとに、この題材ではどの語彙を学んだら内容理解に役に立つのかという判断をしやすくなっているというふうに考えられます。また日本語を教える時にも、国語として教えるのではなくても、日本語の初期の指導でどんな語彙を基礎から大事な言葉として教えたらいいかという判断をするときにも、国語の教科書で5つの種類の教科書すべてで使われている語彙は基礎的な言葉ですので、それをもとに選択して学ぶということも考えられると思います。平成29年の3月に学習指導要領が新たになりました。その中では外国人の子どもたちへの日本語の面での支援も必要な配慮として明記されるようになりました。で、学校の中では外国の子どもたちへの日本語教育をどうしたらいいかということが多くの先生方の関心の対象になりましたし、学校としても体制を整えていくというふうに方向が大きく転換されたと言ってもいいと思います。そんな中で、このコスモスの調査の結果は、子どもたちが教科教育の言語面の力をつける上での最も基礎となる学習である国語化の中で、どんな語彙から学べばいいのかということを考える上で大きなヒントになると思います。一方で、国語科の中では目標の実現のために語彙をどのように扱うかについても明記されています。ただし、そこでは具体的な語彙が示されているのではなくて、例えば 1,2 年生であれば身近な事柄や人を表す語彙を増やすというような表現で書かれています。そうすると、具体的にはどの言葉を教えたらいいのかということは、教科書の題材とそれを扱う先生方に依存するということになります。ですが、教科書をめくってみると、外国の子どもたちから見れば一言一句すべてが新しい言葉という場合だってあります。そんな時に、このコスモスの調査の結果を参考に、5つの教科書の調査をしているんですけれども、すべての教科書で使われている語彙は基礎的で重要な言葉って考えることができますし、あるいはその単元でしか使わない言葉、固有名詞であったり登場人物の、を表すような言葉だったりするんですが、それもその単元を理解する上では重要な言葉として、その単元の学習で理解できればいいっていうような扱い方をするという判断もできるかと思います。コスモスに上がっているデータを見ますと、各教科書で使われている語彙の他に、学年ごとに語彙のリストがあります。で、そのリストはそれぞれの方がデータをダウンロードして、自分で調べるということができるような形で提供されています。ですので、例えばですけれども、この3年生の時期だったら気持ちを表す形容詞を教えたいなって思った時に、日本語指導する立場であれば国語の教科書の内容としてではなくても、日本語の指導の中で教科書の3年生に出てくる気持ちを表す形容詞をあのデータを使ってピックアップして教えるなどという利用の仕方もあるかと思います。また、親御さんにとってみれば、教科書に出てくる文章の言葉一つ一つを教えるというのは大変なことだと思うんですが、今回のリストをもとにして、基礎的な言葉とその単元だけで学べばいい言葉っていうものを仕分けることができるので、
親御さんにとってもサポートするときに、どれを大事にしてどれは理解さえできればいいっていうような判断ができるかと思います。語彙の力については量と質ということがよく言われます。で、今回のデータを拝見するとどの言葉を覚えればいいかっていうヒントとしては量の問題に答えることになります。と同時にどの単元で何年生でということも調べられますので、同じ言葉が違う単元であるいは違う文章の中でどのように使われているかということを見ながら、言葉の使い方について多様な使い方に触れるという学習の仕方を提供することもデータからヒントとして得られるかと思います。今回のコスモスのデータは私たちが普段手にして内容中心に見ている国語の題材を語彙という側面から丁寧に分析をしています。その分析の結果をぜひ日本語の指導で、それから外国の子どもたちの国語科の学習指導で役立ててほしいなというふうに思っています。また将来的には他の教科の教科書の分析などとも合わせてみたときに、国語が各教科の言語の力の基礎を育むんだと言われていますが、その点を実際のデータで確認し、そして他の教科でも活かせるということが期待されると思います。